モリバン TV エビデイブンブンハローマグルども、どうもハグリッチョです。ということで今回はうまかちゃん濃厚新味で優勝していくことにするぞ。金曜の夜はドラえもんだし、日曜の夜はサザエさんで、土曜の昼はうまかちゃんだ。何、お前さんたちうまかちゃんを知らねえだと？殺すぞ。おっと危ねえ、これは言っちゃいけねえんだった。すまねえ、聞かなかったことにしてくれ。罠は怖えからな。普通のマカちゃんももちろんデイ好きだが、濃厚で新しくなったと聞いたら買わねえわけにはいかねえだろ。なるほど、普通のマカちゃんより麺が細くなっちゃる。なるほど、トムなるほどリドルってなもんだ。だより本場の博多豚骨ラーメンに近づけたっちゅうことだな。韓国のアイドルと博多豚骨ラーメンの麺は細けりゃ細いほどええってもんだ。俺はでけえから細くて小さい女が大好きだ。で、付属の香味油はあらかじめ丼に開けちょけ。出来上がったラーメンを丼に注ぐ前に油を入れちょったら、油がいい感じに散りばめられて香りがより引き立つ気がしちゃる。だだ、豚臭いだろ。この獣臭い感じがたまんねえな。ウーバーワールドの MC と豚骨ラーメンの匂いは臭けりゃ臭いほどええってなもんだ。ちゅうことであっちゅう間に完成だ。うまかっちゃん濃厚新味。小山にしながら5年間も料理続けちゃったら、自分の名前で辛子高菜まで出せるようになっちまった。食べれば食べるほど癖になる辛さで、ほんの少しばかりごまが香るこの辛子高菜は豚骨ラーメンにぶち込めばぶち込むほどうまくなるんだ。まるで魔法のようにな。でもな、お前さんたち、世の中生きていくためには遠慮ってもんを知らねえといけねえ。ラーメン屋さんの卓上トッピングの辛子高菜はもちろん客である俺たちは自由に入れていいわけだが、好き勝手入れていいわけじゃねえ。常識の範囲内での適量ってのを守らにゃいかん。これが常識に生きるってもんだ。日本語っちゅうのは難しいもんだ。だがな、お前さんたち、これは家から一歩でも外に出た時の話だ。家の中に殺したからがあったら自由に好き勝手入れてえんだ。辛子高菜で真っ赤っかになった豚骨スープは俺たち九州男児の血液だ。貧血気味の姉ちゃんになんか飲ませてみろ、たちまち元気になっちまう。嘘だ、これはちょっと言い過ぎた。景品表示法は怖えからな。これに黒霧島の水割りがあったらな、完全に博多の夜の締めになっちまう。ちゅうことで Today's ハグリッチョポイント100、イエーイ。最初は愛しちょる、じゃんけんお食事完了。